フランツシェク・ムコシェビチの墓フランツシェク・ムコシェビチはナポレオン戦争及び11月放棄で活躍したポーランド人の軍人。半島戦争中のフエンヒローラの戦いでワルシャワ公国軍を引き奇跡的勝利を挙げたことで知られる。フエンヒローラの戦いの重要性は同時代のフランス人やイギリス人の回想録では軽視されている。第11代ブレーニー弾尺。 アンドリュー・ブレーニーは、回想録の中で、自分は、ポーランド人ではなく、ユナイテッド・アイリッシュ・メンによって捕虜になったのだと、主張している。しかし、フエンヒローラで降伏した際に接収された彼の、サーベルが、現在ポーランドクラクフのチャルトリスキ美術館に、展示されている。退役後、ムーコシェビチは、指導エツに近いオミエンチンにある妻の荘園で、暮らした。 この時点での最終階級は少佐だったが、地元の人々は彼を将軍と呼んだ。1830年の11月放棄の際には、ムーコシェビチは、ポーランド軍に参加した。当時のポーランド軍は経験ある左官が不足していたため、すでに61歳で、健康も害していたにもかかわらず、ムーコシェビチは、大佐に昇進した。ムコシェビチは放棄の最後のワルシャワの戦いまで、 戦い続けた。彼の部隊はボラチクで最初の敵襲を撃退したが、翌日に敗れ、ワルシャワはロシア帝国軍の手に落ちた。1842年、ムーコシェビチは、フエンヒローラの戦いと半島戦争の記録を出版した。その内容には、ブレーニーの回想録との間で数々の矛盾が見られる。1845年、ムーコシェビチは死去し、 ワルシャワのポボン付き墓地に埋葬された。ムーコシェビチはアンナ・ヤニコフスカと結婚し、3人の子が生まれた。男子はコンスタンティとルドビクの2人で、ルドビク・ムーコシェビチはコーカサス山脈の探検家、植物学者となった。娘のヘレナ・ミコルスカはミコルスキ伯爵と結婚し、1901年に死去した。彼女はフレデリック・ショパンがマズルカイン。 G メジャーを送った相手として知られている。ありがとうございます。